じゃあ今日は第8回、V8 ギャン、まあ、もしくはガンってことで、ユシザーが発表します。今日は、まあ、なんだかんだ時間なかったんで図は全部引用で、まあ、こちらがあれですね、主に VAE の、参考にした資料になっていて、まあ、こちらがギャンになってますね。特に初代 の、 あの小林先生のやつが結構最近のギャンについて、特に言語処理の観点からについて述べられているので、興味がある人は、見てみてください。というわけで、今日はまず、まあ、VAE の復習をちょっとして、でその時あんまり自然言語処理的な話ができなかったので、今日は CVAE にでちょっとあの言語処理的な話をして、で次ギャンの話をして、で4番は、まあ、あの紹介になるんですけれども、まあ、ちょっと自然言語処理の応用に関する話をしたいと思います。まず復習です。VAE、バリエーショナルオートエンコーダーってことで、まあ、これは表紙なし学習の一つで、これは従来のオートエンコーダーってものは識別モデルだったものに対して、これは、生成モデルっていうものになっています。で基本的に、これは生成モデルといわれるゆえんは、まあ、入力を受けて出力が確率的に、まあ、決まるっていうもので、で、カードバックライブラー、情報量というものを、最小化にするものです。で、まあ、なんでこんなものを考えるかっていうと、まず、まあ、生成モデルを考えて、さっきの繰り返しますけど、オートエンコーダーでは、ダメだったものは、まあ、識別モデルだったので、生成するようなモデルを作りたいっていうのが一つと、あと変分ベイツ法っていうものがありましたけれども、変分ベイツ法はパラメータの独立性を仮定するっていう、ことがありますので、それは非常に強い条件なわけなんですけれども、これは、VAE はそういう条件をつけない。代わりに、潜在変数をガース分布とか、まあ、そういった分布を、まあ、一つ仮定するっていうものがありますけれども、パラメータの独立性を仮定するよりは、まあ、増してあると。だからこの VAE って形で、分布を予測しようというものが、この、という背景があります。で、まあ、前回と、まあ、同じなんですけれども、例えば Z が、ガース分布と仮定しますと、入力を受けてスレンコーダーに通して平均と標準偏差を求めると。で求めてそれに、イプションに、ガース分布、まあ、ガースノイズっていうか、まあ、それをあれかけて、で Z に、それをあれですね、標準偏差とイプションをかけたものに入を足すという形で Z を、ガース分布、まあ、ガース分布じゃなくてもいいんですけど、例えばガース分布として、で次に、こちらで、デコーダーの方で、生成するっていう形で、これを起こした逆弁判を使って、これが、まあ、1になるようにオムニを変えていく。で起こした逆弁判をするために Z をその、固定 の、 その分布にするのではなくて、このように数式の形で分けてやることで、この交差逆転パンがエンコーダーの方にもしっかり伝わっていくというものが VAE となっています。で今日は他にもガンにも説明するんですけども、まあ、生成モデルってたくさんあって、このように、なっています。 VAE の他に、ギャンとか、あと自己回帰モデルとか、エネルギーモデルとか、モーメント、マッチモデルっていうのがあって、まあ、今回は、まあ、2大巨頭ってわけじゃないですけど、まあ、これ、ギャンについて。で、これらの特徴としては、VAE は比較的安定して学習化でできる、っていうのが、まあ、一つの特徴になっています。で、それに対してギャンっていうのは、まあ、安定して、学習はできないんですけれども、この、まあ、誘導ですね、まあ、VAE っていうのはその KL 情報量を最小化するっていうので、まあ、それはちょっと前にして言うと、誘導っていうものに、をどうするかっていうので着目を置いてに対して、ギャンっていうものはそれとまた別の情報量っていうものに着目を置いているので、まあ、その辺が違ってきます。まあ、あとは
まあ、時刻回帰モデルとか結構計算上が、えらいことになるんです。高速でサンプリングできないっていう問題があったりとかします。まあこういうものがあります。で今日は、コンディショナルバリエーショナルオートエンコーダーというものを説明したいと思います。これはですね、正解ラベルっていうものを、エンコーダーデコーダーに入れる、つまり反響シェアリ学習になるわけですけども、これによってですね VAE っていうのは出力が確率的に決まるっていうのは、まあ、ある意味確率分布を、まあ なんていうんですか、まあ、確率的に出るんで自分でそれがどういうものを出力させたいかっていうのが、まあ、調整できないっていうものがあったんですけども、今回はその正解ラベルを付与してやることでそれがある程度指定できる。で参考文献さん、まあ、あのキータニの記事なんですけども、それによると例えばこれを用いればキャラクターごとの口調や文体表現っていうものをある程度指定して生成したりとかあるいは変換したりとか、そういうのができるのではないかとされています。でまあ、正解ラベルを入れるというのはどういうことかというと、まあ、上に、まあ、つくだけなんですけども、まあ、デコーダーエンコーダーに入れる。で、まあ、こういうのをどういうラベルにしてラベルとかあるいはどういう分布を指定するかによってこの辺が出力が調整できるということになっています。でその、キータのそのキャラクターの口調とか変えられるんじゃないかっていうものですと、例えばこれ LSTM ですね、というあの、まあ、やっぱ時系列データを扱うので、まあ、あと LSTM になるんですけども、まあ、LSTM を入れてデータ単語を入れてで出力すると、まあ、学習させるですね。でこういうような、形になって、まあ、このように、まあ、自然言語処理 の VAE の応用としては、まあ、例としてはこのようなものが挙げられます。で次、JAN の話します。でちょっと間違えてて、ここは教師なし学習ですね。まあ、一般にですけど、一般にあの教師なしが学習です。ただ、JAN っていうのはすごいもう種類が、ちょっとなんか調べたんですが、あふれ返っているので、まあ、もしかしたら、そういう教師なしじゃないのもあります、あるかもしれないですけど、一般的には教師なし学習です。で、まあ、これは、同じように生成モデルですね。生成モデルのニューラルネットとなっています。でまあ、基本的に共通しているのは識別キーというものと生成キーというものがあるということです。識別キー、ディスクリミネーターというもので、あれこれも教師ありじゃない、教師ありじゃないですね、まあ、学習させた後、生成キー を識別キーを用いて学習させる。ただこれもいろいろあって、あの別にその識別キーと生成器を同時に学習させる、交互に学習させるとか、もうこれはもうガンのギャン種類がたくさんあるので一概に言えないんですけども、こう、まあ、生成器は基本的に識別器によって学習させるっていうのは共通しています。で、まあ、これもいろいろあるんですけども、じゃあどのように学習させるのかっていうのと、ニエセンシャノンダイバージェンスっていうものがを最小化するっていうものが多いです。まあ、なんでこれなのかっていうのは、例えば画像処理の例になってしまうんですけども、先ほどその VAE だと誘導が誘導に基づいて、その誘導に基づいた情報、いわゆるバックライブラ情報量というもので、を最小化するようにしてたんですけども、それだ と、画像処理においては最終的に出力がぼやけるっていうものがあります。要するにぼやけるようなものにした方が要するに最小化できるんですね。でもそれだと要するに画像処理の人にとっては画像を生成する立場からすればぼやけた画像なんて欲しくないわけですね。そのあと別の情報量を最小化しなきゃなっていうことになってきて、まあそういうふうに、まあ、目的とか用途とかその辺によってこうどういう情報量を最小化させるかっていうのは、まあいろいろ変わってきます。はい。でまあこれは例です。例としてこのような感じに、ですね、まあ、ノイズはですね、比較連変数は、ジェネレーターの入力になっています。このノイズっていうのは、まあ、基本的に、まあ、これもいろいろ種類あるんですけども、ランダムノイズ、いわゆる一様分布でランダムに取り出すっていうやつもあれば、まあ、ガウス分布っていうして、そういうものもあります。
でこれジェネレーターで、生成された、まあ、例えば今回画像を立てますけど画像に対して、またこれ本当の、ものを画像を用意してで、それをあのディスクリメーターが識別して、まあ、それを判断すると。でディスクリメーターの学習になるとをする。でその後にこれを学まあこれもものによって全然違うんですけど、ディスクリメーター学習し終わったらそっちを固定して、で今度はジェネレーターの方の、を学習させると。まあだからこれはディスクリメーターによってこれ、識別されないようなジェネレーターが画像を作るようにするわけですね。まあ、この例だと、まあ、最初にディスクリメーター全部学習させてジェネレーターを学習させる、その後学習させるって感じですけども、まあ、これを交互にやったりとか、あるいはある程度何回か警戒ディスクリメーター学習させた後にジェネレーターをの方を学習させようとか反復させようとか、そういうのも、あります。まあ、なのでジャンは結構あのバリエーションが多いので一概にこうだとは言えないんですけども、まあ、このような感じになっています。で最後ジャン2の自然言語処理の応用です。これはあの小町先生スライドに詳しく書いたので、あのそんなここではあんまり多く喋らないんですけども、ジャンは系列データにもあの応用できるものがもう提案されています。セックジャン、テキストジャンとかマスクジャンとか、があります。あとは機械翻訳に対しても、まあ、いくつか提案されていたりとか、あるいはここに書いてないですけど、まあ、対話などの言語生成においてどうやってジャンを使って工夫してしようかなっていうものが結構なされているので、興味がある人は、参考文献6かな、それを、ご参考になってください。じゃあ以上で終了します。